ご紹介するステップニューソウル CC はメジャーなステップですが、人によってやり方がバラバラです。今回ご紹介するバージョンは、長年にわたってソウルイベントをオーガナイズし続け、ご自身もテレビやディスコイベントのショーケースに多数出演されてソウルダンスを披露されていたソウル界隈では有名な守屋豊さんがご自身のイベントでレクチャーされていたバージョンのニューソウル CC をご紹介いたします。一説によると、このニューソウル CC 発祥の地は青山パルスビートと言われていますから、60年代70年代にパルスビートに通われていた守屋さんがやっているこのスタイルのニューソウル CC がもしかするとオリジナルのスタイルなのかもしれません。詳しいことが分かる方はコメントしてください。それでは早速やっていきます。このステップは8カウント ×4、 全部で32カウントで1回終わりのステップです。まず最初に左足をストンプ、1、2で左足キック、次に右足ストンプ、3、4で右足キック。キックした足を下ろすときに後ろについて、ここでツイストを入れます。1、2、3、4、5、6、5でひねって6で戻す。で、7で左足を半歩前に出して、8で右足を左足の横に揃えて、これで最初の8カウントが終わりです。カウントでやってみます。1、2、3、4、5、6、7、8で、8で右足を左足に揃えるときはクラップします。ちなみにこれの別のやり方では、すでにご紹介したウルトラバスストップ、これの最初の部分、これだと左足からではなくて右足から1、2、3、4、そしてここからソウルステップ5、6、7、8と、このようにウルトラバスストップの出だしのところと同じようにやるやり方もあります。次の2-8目ですが、まず手をこのようにヒッチハイクをするときのような動かし方をします。これも手のひらをこうこのようにして、こうこういうやり方の方が多いかもしれません。守屋さんのスタイルはこうです。そしてちょっと前傾気味にこう体をスイングしながら、まず左手から4カウント、1、2、3、ここでクラップで、右手で5、6、2カウント、7、8、左手で2カウント、左手4カウント、右手2カウント、左手2カウント、これで2-8目が終わりです。流れでやってみると、1、2、3、4、5、6、7、8、3-8目は1カウントずつ右手から1、2、3、4はクラップ、そしたら次に右足を下げながら左足をキック、5、2、
次にキックした足を後ろに置きながら右足キック、そして次にまた左足キックで、最後8は右足はキックしないで置きます。38目の頭からやってみると、1、2、3、4、5、6、7、8、こうなります。そして最後はこの床についた足からサイドウォークをやって終わりです。1、2、3、4、5、6、7、8とこんな感じです。それでは頭から画面反転でカウントでやってみようと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、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 後ろ向きでもやってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8とこのようになります。そしてこの、ニューソウル CC のアレンジは、まあ、サイドウォークのところで、サイドウォークでご説明したように、回ると、まあ、好きなところで回る、片方だけでもいいし両方回ってもいいし、それからもう一個回るところがあります。それは、5、6、7、8と下がるところですね。ここで、下がりながら、左回り5、6、7、8とここで回ることもできます。以上、ニューソウル CC でした。No, that might be